で。はい。じゃあお願いします。一息でいいです。下でいろいろなんか頭が、はい、全然大丈夫です。はい。こちらの方がヤギのチーズで、はい、こちらの方にハーブを添えて包み込んで熟成させた、はい、ものになります。こちらの名前が、これは私が作ったので、特に名前は。こっち？こちらですね。はい、そうですそうですそうです。私が作ったんですか？そうです。自家製。はい。こちらの方の、はい、そうです。あとですね、こちらの方が生クリーム 70% 入ってます。エクスプローラプール。こちらの方はですね、ちょっとエクスプローラプール。エクスプローラプール。英語で言うとエクスプローラー。エクスプローラーですね。探検家とか冒険家とか。そうだね。ピカちゃん英語怖いね。そうそうそう英語でそうそうそうツー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 だからツーなのツーあのツーっていうのをこういうふうに書いたりするんですね。あそうなんですか、分かりました。はい、こちらですね。あとこちらの方が名前はブリというチーズなんです。ブリね、かわいい。ブリというチーズにですね、真ん中に包丁を入れまして、これちょっと分けてありますね、色が変わってますよね。これクリームチーズ入れてある。これね、熟成して変わってるのかと思ったら、わざと挟んであるんですね。赤いのが少し大事のが見えると思うんですが、はい、そちらの方が、オレンジの皮をワインで煮たものですね。オレンジピール、オレンジピールですね、はい、のワインに、はい、そうです。あとはグランマニエというあれですね、それを切り抜きでかけながら作った自家製の、これも自家製ですか。ブリはもともとチーズありますけど、オリジナルチーズになりますね。ブリをどうしたんですか。真ん中に包丁を入れてクリームチーズを入れて、これクリームチーズなんですか。そう、赤いオレンジ、真ん中ここだけです、ここだけです。はい、これ熟成じゃなくて2種類のチーズなんです。そうなんだ、私カマンベールかと思った。そうです、すみません、チーズ屋で間違えた。ブリとでもさ、カートね、カマンベールちょっと厚さが、でオレンジピールのワイン煮が、ワイン煮が、そうですね、しかもグランマニエも入ってます。グランマニエルか、これはオリジナルだ。アイルランドのキャシェルブルーですね。ね、店長が作ってるやつはこれを添えて食べるといいんですか。基本的にはですね、ヤギのチーズは、はい、蜂蜜が一番ベストなんですが、はい、今回違う主張ということでワインが非常に力強いので、はい、特にもうここまで、味わっても損傷ないと思いまして、はいはい、美味しいですよ。ありがとうございます。美味しい美味しい美味しい。やっぱりね、蜂蜜コースしね、蜂蜜、で先ほど言ったカマンベールはこれなんですね。これ先こちらはカマンベールで、最近見ない、全然見ない。順番に聞くと、これがですね、オチェリート、オチェリート、アルバロール、アルバロール、アルバロール、ガノのやつですね。そうです、昔はですね、昔はティストンアルバローロという名前です。ティストンアルバローロというのが2ヶ月ぐらい前の名前ですね。VOP を取るにあたってちょっと変わったんですね。VOP、イタリアだ、イタリアだ。それにですね、バローロのワインの搾りかすをつけて、の中に漬け込んで熟成を施したものと、うちのチーズはウグリアートとして売ってるんですけど、これはなんていうんですか、オチェリート、オチェリート、ウグリアートは多分ご存知だ、はい、ウグリアートとどう違うんですか。基本的には一緒です。作ってるところが違います。メーカーが違う。いや、ではなくて作ってるチーズが違う、基地によってやはり違うので、DOP を取るとなると、当然厳選調整保証なので、そこのところを名乗らなければならないので、そこの位置も違う。どこの地名ですか。バローロはピエモンテですね。ピエモンテです。でもジリアートのバローロを使ってるんですか。なるほど、ピエモンテだよ、州だから、州のまた地域。それはどちらで作ってるんですか。逆にウグリアートはバローロの州で販売してるらしいんですけど、じゃあ作ってる地区です。飲んで州しかわかんない。州はどこですか。ピエモンテの、ピエモンテのバローロの州売りが、わかんないですね。そう言われてみたら、どこの地方で作ってかわかんない。これは DOP 取ってるので、ピエモンテでしか作れない。
チーズにも合うかも。このカメカマンベールはどういう、なんでこの人どうして黒いんですか。山梨ですね、うどんに、うん、しかないから、うどんの枝ありますね、はい、あのもう、まあ、いらないものをいただいて蒸して灰にして、それをカマンベールにつけて熟成ことか。灰にしてつけた、はい、じゃあこれも灰にしたんですか。ローズマリー、あのこれ、あ、なんですか。これがローズマリーです。これブドウの、あ、いや、ね、こっちはローズマリーを灰にしたの。すいません、灰にはしてない。パンにそのままつけて、いぶってません。あ、いぶってない。でもなんかいぶったみたいに見えるよ、ね、乾燥してるからでしょ。そのずっとつけたままだから。これ一緒につけてるの？これこのでも食べちゃったら大丈夫。いや、それはもう外してください。でも入ってるんですよね。これはね、今これまで50何種類でしたっけ？4です。50外した方がいいって、これは外した方がいい。はい、そうですね、香り付けなので。楽しみ。この灰は一緒に食べられます。はい、元々これは大丈夫なんですね。はい、灰を使うものというのはチーズが水分が出て水分を吸うというのと、殺菌で使っていたということですね。はい、干物の貝干しと同じですよね。あ、そうそう、貝干しとね、そうだね。あとはこれはブラックチェリーのジャムになります。こちらはどうなんですか。あの、あのピーカンナッツじゃないの。違う違う違う、なんか、なんだっけ、なんかをつけてるって言ってたよね、これ。すいません、どこだっけ、これは。あの、ピーカンナッツです。ピーカン、あ、そうか、ピーカンナッツになった。それをあの店内でキャラメリーズしたの。そうだ、キャラメル、そうだ、キャラ、そうだ、キャラメル、ピーカンナッツをキャラメルにした。はい、じゃあもう、ピカちゃんがキャラメルに巻かれてる、ね。